今日の動画は真夜中のビオリウムさんが亀と戯れる動画だよ。楽しみにしていてね。ブラッドと同じぐらい。こんな俺非力なガリガリ野郎じゃ見てない。結構爬虫類飼育者ってガリガリな方多いですよ。多いですよね。なんかあの自分の食費を削って爬虫類にさっそうそうそう極端にガリガリな人と極端にムキムキな人がそう多い。だから結構お金持ってて爬虫類飼ってる人と自分を削りながら身を削りながら飼ってる人。僕もどっちかっていうと、あの本当に僕お金なかった頃、うん、ゴキブリを白ご飯にぶっかけて食べてたんですよ。1ヶ月間ぐらい。そしたら多分それが原因でアレルギー発症しちゃった。マジで。はい。結構いけるんですよ、カニ味噌みたいな。カニ味噌ご飯。へぇ、はい、足全部取って、羽も全部取って、うん、もうなんか本当にサナギサナギコクンみたいな。デュビアス、デュビアのコクン状態みたいな。ポケモン、わかります？黄色いサナギバージョンみたいに殺して、へぇ、あげたら食べやすくて。壮絶。そう。じゃ昆虫食は本当自然ってたんだ。もう本当に大好きだったんですよ。最近アレルギーが悪化しちゃって。触っても良くないですか？触られると結構かぶれたりもします。辛いとこあるな。すごい、今日子供の動画やな。食ってもダメだし、触ってもダメだし、ゴキブリは。そうです。好きなものにとことん嫌われるんですよ。果物大好きなの、果物アレルギーなんで僕。そうなんですよ。これは辛いな。自然大好きな花粉症やし。引きこもりだね、ハウスダストやし。とことんなんか何もかもに嫌われるっていう。で、ピアス好きやのに金属アレルギーやってて。なんでこんなに試練を与えたみたいな。神よ、神や。神なぜこんなに。昨日ウームの忘年会でいろいろ地震があった。なんか本当に悲惨じゃだったじゃないですか。きっとビンゴ大会で何かあるんだろうな。実際に当たったんですよ。でもなんか当たったのがあのスタバの3000円って。俺スタバ飲めないっていう意味ねみたいな。逆にすごいかもしれない。なんか呪われてるんですよ。何かそれはなんかいい方向に行きそう。いい方向に。来年いい年になるんですかね。なんかいい方向に。爬虫類 YouTuber で行きたいですね。なんか初詣っていうんですか。行きたいですね。新年明けましての初爬虫類ショップ巡りみたいな。いいなみんなで集まってなんかしたいですね。したいですよね。ちょっと関西と関東っていうちょっと分かれてるんでね。関西と。なんか遠距離恋愛みたいにお互いの中間距離で会いたいですね。どこだろう。静岡くらいですか。静岡とか伊豆で。あ、伊豆いいじゃないですか。伊豆いいな。初伊豆みたいな。アニマルタイガですもんいるから。あー、タイガさんとも喋りたいですね。あの人結構面白いですよ。いや面白いですよ。しかも同じ年なんですよ確か僕と。そうなんです。そうです、そうです。話してると返しが面白くて。初めて会った時返しが結構面白くて、この人面白いなと思って。マジですか。喋ってみたいな。イメージと違って、なんか動画のイメージと結構違って、はい、結構面白いですね。なんかやっぱ動画の雰囲気と実際会ってみると全然印象変わりますよね。やっぱ自分のいいところだけしか出さなかったりするんだし。あ、そうそう。自分でいいところと思ってるところなんで、ちょっと僕一時期その隠してた部分をその昆虫の交尾だけを集めたシーンでちょっと垣間見れられてしまった。やっぱマスさんそっちの系やったんですね。人間だもの。人間だもの。そら動物ですからね。いろいろあるよ。ぶっちゃけ人間も虫も一緒やと思ってるんで。人間に興奮できるなら虫でも興奮できるはずやもん。ボーダーレスな感じで。そうですね。すごい。そういうちょっと風を巻き起こしたいですね。昆虫ブームというか。ブーム。昆虫と恋愛してみようみたいな。新しいジャンル。はい。すごい。獣をね、愛する人がいますからね。そうですね。獣と呼ばれる人はね。はい。結構なんかその好きすぎると実際なんか食べたくなるとかよく聞くじゃないですか。虫好きな人もやっぱ虫を食べたりとかで、飼ってた爬虫類が死んでしまったらその爬虫類を食べたりとか、いろいろね考え方は多種多様って感じで、なんか食べたくなるのあるみたいですよね。そういうの取り込みたいみたいな。なんか「蛇のピアス」っていう映画で彼氏が死んじゃうんですよ。彼氏が死んで殺されて、で遺骨があるんですけども、その遺骨を最後飲んで終わるという好きすぎてみたいな。まあそういう世界なんだろうなって。ずっと食ってるな。レタスはね、レタスはでもこのサイズになるとですもんね。もう小松菜なんかだと2袋くらいかな。1食で2袋、2匹で作るから多分ここ
5束ぐらい、小松菜5束、6束ぐらい毎日食ってるやつ。プラス、危ない、手いかれちゃう。カスタよ。噛まれて血が出るんで気をつけてください。あと大根の葉っぱをね、食ったりとか。夏、野草があるときはね、野草を取ってきて、タンパク食わしたりしてるんですけど、だから追いつかないんで、やっぱり野菜になっちゃうね。ほら。なんかね。うまそう。俺結構新ジャンルをプロデュースしたいですよ、YouTube を。例えば、まゆびばさんと、この、かめちゃんの、幸せなひとときっていう動画で、こう、二人でこう、なんか、サムネで、なんか、本当に、可愛いから、ね、自分はディズニー。そうです。プロデュース。戯れみたいな。ワニさんの戯れで言って、こーらって書いて。絶対いけると思うんですよ。日常っぽい感じを。そこはダメだ。こう長く撮ってそういう一面をちらっとしてそういう感じ。絶対なんか婦女子とかそういうあたりに行きそうですね。マヤビバとワニの絡みとか一回りなの薄い本まで薄い本あの最近よく見てるガーリーレコードっていうチャンネルがあるんですけど、あの濡れしりとりです。なんかもう濡れてるんですよ、二人男の人が。濡れながらしりとり、なんかちょっとエロくしりとり。意味が分かんねえ。今回は、そんなもので行こうかな。人参とか言って。もう終わりだよ、それ。とか言って。絶対 MZ さん似合いますよ。いや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 。あんまり変なことやったら娘に怒られて、今。あ、怒られて。本当にバカなこと思ってやりたいんだけど。ちょっとね、ストッパーそう、ちょっとそれはみたいな、いいストッパーになってますね。本当若かったら何やってるか分かんないことね。結構そのウームの忘年会でもストッパーがいないと、いい過激な方向に走っちゃうからっていう困ってる人もいましたもん。やばいやばいって。確かにそうだな、行きがちだもんな、多分な。そうですね、チェーンソー持っていかないようにしないと。ヤマトのね、ハイトやばいっす。YouTube 舐めんなよ。ブーブーとかやめてください。 YouTube 舐めんなよって亀持ってきてる。亀が落ちたらどうなると思ってたの。違う方向で怒られちゃう。お前が困るだろっていう。可愛くないのか。じゃあちょっとそろそろ抱っこしていただけますか。餌やりはもういいんだけど止まんないけど、やめる気がないすぎて、これ尺が長すぎるみたいな。止まんない。マジ止まんないよこれ。すごい。これでだからいくらでも食ってくれんから、本当にいつみたいにね、小松菜1回200円とかでね、あげてもらったら儲かっちゃうからね。え、交代してるんじゃない、俺が前進してるんだみたいな感じで。すごい。道になってる。じゃあちょっと。食べかすの道。いいっすね。すげえ、大きなわけですよ。すごい。わが道というか、あ、やばい、三脚が。三脚が、あすごい、しょっちゃう。いいよ。どうですか。あ、重い。ちょっとこの状態で僕のチャンネルの宣伝してもらっていいですか。最後に。罰ゲーム。マスチャンネル、チャンネル登録よろしくね。あー、もうこれ爆伸び、爆伸び。あ、重い。よかったらまゆびばさんのチャンネルと MZ はちゅうりさんのチャンネルも URL 貼っておきますんで、お願いします。よろしくお願いします。きなこです。きなこの動画が見れるから。MZ はちゅうりただね。